坂野里志吉は、日本の牧師、神学校教師。牧師業の傍ら、聖書宣教会と東京キリスト人学校で牧会学を教えている。また、牧師のための機関誌、牧会ジャーナルを発行している。1941年東京と生まれ、1962年東京大学に入学して、ドイツ語を専攻し、大学3年時にキリスト教に入信して、 1965年1月20日洗礼を受ける。4年時に献身を決意する。1969年聖書神学者を卒業する。1968年キリスト社学生会主事に就任して、浦和福音自由協会に在籍しながら、キリスト社学生会の主事を務める。1971年4月29日、日上里さとこと結婚して、10月3日に、 安海安尾の公認として、浦和福音自由協会第五大牧師に就任した。100名ぐらいの会員が300名くらいに成長した。1994年、大田は孝一と関わる中で、大田はの主催する集会に出席したり、ハンス・ビュルキの集会等に参加したり、バンクーバーのリージェント・カレッジに行って、ジェームズ・フーストンに会ったりすることを通して、 福音主義霊性の働きを始めるようになった。現在、聖書宣教会と東京キリスト人学校で霊性を重んじた巻海学を講義している。福音主義霊性の重要な人物を、ユージーン・ピーターソンとジェームズ・フーストンとハンス・ビュルキの3人で、あるとする。スピリチュアル・ジャーリー・命の言葉社、1999年、273ページ著者紹介の欄を参照。 ありがとうございます。